ちは、チーフのミノです。2月25日、本日のフロンティア TV を始めます。本日、新着物件が1件ございますので、ご紹介させていただきます。1LDK でシングル物件になります。新着のシングルからですね。こちらハイツブレーン2河口湖町船津にございます 1LDK 家賃5万円当社から非常に近い100メートルぐらいですかね。当社は富士吉田市ですけれども、こちらの物件は富士河口湖町、この辺の住所は結構入り組んでるんでですね、富士急ハイランド駅の周り、あ、ちょっと地図があるんで見てみますか。あ、ちっちゃい。当社がこちらの辺りにありまして、物件はこちら裏に、いつもはこれが大型スーパーですね。こっちも大きな、薬屋さん、サンドラック。ATM はこの間にありますね。で、今度こちらの道、反対にはバーミヤン、ファミレス。で、こちら横にはローソンもございます。ちょっとおかしくなっちゃいました。戻ります。はい、この物件もかなり人気で、だいたい出る前に決まってしまいます。今回も3月下旬に出るということで、4月上旬入居なんですけれども、まあそれまでに決まっちゃうんじゃないかなと思いますね。前回1個空いた時は出して1時間ぐらいで決まっちゃいましたね。立地がいいですし、綺麗で安い 1LDK です。はい、で奥の方がちょっと日当たりが悪くなるかもしれないんですけれども、今回101ということで一番前ですね。一番日当たりがいい部屋になります。ただ南東に建物があるんで、こっちの方ですね、時間帯でちょっと日陰になっちゃうかもしれないですね。はい、ちょっと時間があるんで、またホームページの方を少し紹介させていただきます。左側はだいたいやったんで、でこの下からですかね。便利ツール、入居費用自動計算書ということで、まあ、家賃とか礼金とかですね、入れていけば、合計初回にいくらかかるっていうのが計算されます。売買の方はですね、ローンシミュレーション、こちらはフラット35の方のホームページに飛ばしてますね。であとはこちら郵便番号をまとめてありますね。まあ、全国ではなくて、まあ富士吉田河口湖周辺の郵便番号ですね。よく会社の郵便番号がわからないなんていうこともあるんで、こちらからとすぐ、見つけることができます。その隣、西暦年号早見表、まあ自分のですね、西暦等はすぐわかるかもしれませんけれども、連帯保証人さん、親の、生まれですね。最近では親の誕生日を知らない人がすごい多いんですけれども、まあ、申し込み書類によってはですね、昭和何年
って書くものとか、あとはまあ普通に西暦で書くものとかあるんで、まあ、こちらからチェックしてもらえば、分かりやすいと思います。まあ、とりあえず2025年までは載ってるんでですね、それ以降はまた追加していきます。こんなところにしておきますか。4月2日までは水曜日祝日休みになっておりますので、明日はお休みになります。本日も通常通り6時まで営業しておりますので、皆様のご来店お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。